最新の情報が入ってまいりました。成田空港第一ターミナルからお届けします。ということで、どうもどうもこんにちは。今日は何を飲まれてますか？今日はですね、世界のマッサージなどね、たくさんの本を書かれています。コロナ前にはですね、 NHK 等で、タイマッサージですとか、いろんなマッサージのね解説をされていました、先生でございます。これから、スワンナムプーム空港に向かって私と一緒に添乗させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではジップカウンターの方に向かっていきますので、驚くことにですね、ジップカウンターが2つに分かれておりました。で、ジップカウンターがですね、今までのところと逆側の方に配置されているので気をつけていただければと思います。で、こちらが友人カウンターのいつものカウンターになりますけど、この右手にですね、もう一箇所、セルフのカウンターもございますので、後ほどご紹介したいと思います。去年の11月12月の時にはこちらのカウンターなかったんですけど、無人の、ね、カウンターがやはりスワンナプームに対抗してやっぱり成田空港でもできておりますので、もし、ね、お時間ない方で、荷物が、ね、預ける荷物こちらでできますけど、預ける荷物もなければもうこちらで簡単にセルフで、チェックインできますから、皆さんやっていただければと思います。私どもはちょっと気づかなかったのでね、既存の友人カウンターの方でチェックインしますので、ご覧いただければなと思います。今の時期ですね、ジップエアは非常にタイ人の方が多いので、タイの方は多分友人カウンター皆さん使うと思います。なのでですね、ここでまたバッグ広げたり閉じたりする時間がありますから、非常に時間がかかる恐れがありますので、日本人の皆様、先にですね、計量機で測定して、確認してからですね、セルフの方に入ればあっという間に終わると思いますので、セルフカウンターのご利用を、お勧めいたします。右手をご覧いただいたようにこれだけ並んでおります。で、比較的ですね、比較的というか大半がですね、外国人でタイ人でございますので、やはり言葉のギャップ、英語のギャップ、タイ語のギャップがありますから、時間がかかると思いますから、日本人の皆様セルフの方をお勧めさせていただければと思います。で、我々の方のチェックインでございます。チェックイン当日は23年の1月31日でございます。特にですね、タイ入国に関しましては、COVID 関係、コロナ関係の書類等一切必要ありませんでしたが、現在45日間滞在可能ということですので、帰りの航空券の請求、それから、宿泊先ですね、これの確認をしておりましたので、宿泊先がすぐ分かるようにね、アゴダ等のね、旅先の、住所なんかが分かるものを持っているとよろしいかと思います。もしくは事前にインターネット上でですね、ジップエアで登録されているとスムーズかと思います。私登録してなかったのかなというところでしたね。約ですね、2時10分から並び始めて、こちらに来るまでにやっぱりね、3、40分はかかりましたので、ほとんど外国人の手配対応で、ちょっと人数もね今回少なかったので、繁忙期を過ぎたからかなというのもありますし、あと無人カウンターの方ね、セルフカウンターの方ができてましたから、そちらの方の、ご案内という形で、人もね流れておりましたから、時間をねちょっと余裕を持って行かれたらよろしいんじゃないかなと思います。私どもは、非常口の、ね、座席に着席する予定でございますので、非常口の説明を、ね、簡単にさせて、していただいて、で、またこれ飛行機の機内の中でも客室乗務員の方からご案内はありますので、きちっと、ね、確認していただければと思いますので、よく聞いてください。この後ですね、第一ターミナルの、通常のね食事を、前回あやちゃんなんかとね食事したところに行こうかなと思ったんですけど、割とね時間がかかったので、先にですね、中の方に入ってしまって、中の方がどんな風になったのかね、ご様子を皆さんに見ていただければと思いますので、中の方に入っていきたいと思います。制限エリアまでね、出国審査に関しては非常にスムーズにこの通りね、ガラガラでしたので、おそらくですね、冬休みですとか、これからまたね、ゴールデンウィークがあると思いますので、そのあたりは混むと思いますけど、こんな感じでね、もう簡単に入りましたので、わずか、10分15分で入ってきました。で、この後ですね、出国審査の方をしていきたいと思いますが、こちらももう全然ガラガラでしたので、で、今もう全部自動になっておりますから、皆さんね、ご存知の方もいらっしゃると思いますので、ぜひぜひこちらちょっとね撮影できませんので、また皆さんでね、成田空港のホームページ等をご覧いただければなと思います。はい、それではこちらが制限エリアになります。だいぶですね、昨年に比べると、明るくなりましたね。シャッター街でなくなりました。だいぶお店が開いてきましたので、セブンイレブンの行列もなくなりましたから、私もね今回もまたおにぎりはね持参してきておりますが、おにぎりなんかのね固形物は持ち込みできますから、お水関係の、水分に関してはですね 100ml 以下に抑えられておりますので、各航空会社のホームページをねご覧いただければと思います。で、こんな感じでセブンイレブン全然ガラガラですよね。
でいつもでしたら一風堂もすごく混んでるんですけど、マックがですね開き始めましたので、マクドナルドに少しね渋滞が始まってる、この右手もあの食事ができるようなエリアになっておりますので、ぜひぜひご利用いただければいいかなと思います。列が並ばなくなったな、九州ね。こんな感じ でもうちょっと見てみましょうか。こっちはねやってなかったんですよ全然。うん、フリースペースがあるんですね。あ、こんなとこもやってなかった。これオープンしましたね。こんな感じでだいぶいいお酒が、うん、これビール1700円でした。高いね。どんとかそうはでも1000いくらですか。めちゃくちゃ高い。そうだからおにぎり持ってきましたから大丈夫です。そういう手がある。セブンイレブンとか。いや、セブンイレブンは同じです、うん、じゃあここまで先生、ここまでにしましょう、はい、あとは多分変わらないと思うんで、あとシャワールームは、シャワールームはあできたね。ここもやってなかったような気がしますね。まあここから飛ぶときは使わないと思いますけど、1050ということでビールタイムです。無事に落ち着きましたので、こちらで結局セブンイレブンで買ってきましたよ。スターバックスも歯を磨いちゃうとあんまり食べないんです。やり始めました。そうかそうか、歯を磨いちゃったんですもん。いやいや、磨かれた。磨いた後はなるべく食べないんです。そうですね。これが最後の砦です、はい、ここでお水を買うならこちらで買ってください。で、ありました。まあまあ混んでるかな。うん、こんな感じで、結構並んだね。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。いや、ダメです。全部上です。はい、足元は置けないです。飲み物はね、手元に持っててください。はい。ずっと先生、ずっと奥です。